はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。ガーシュウィンのピアノが入っております GA50 というモデルですが、あまりにも綺麗でですね、最初、たくさんの撮影の中でこう流れの中で撮影してくれた、あんまり綺麗で、すごいなと思って見てたんですね。塗装うまいな、これどっかで手を入れたピアノでめちゃくちゃ綺麗に塗装してあるな、中もきちんと調整してあるなって思って見ましたら、うちで打ったピアノでした。実は2年前にですね、打って、下取りでね、また入ってきたんですが、栃木県に行ったんですね。そして、2年で、またね、チェンジということで、戻ってきたんですが、見てください、これ綺麗でしょ。本当にもうこのまま、もうこのまま出せる状態ですね。これは艶消しなので、うちの五十嵐智美調律師がですね、手を入れたものだと思いますが、いや本当にピアノ屋 .com の技術はすごいなと思ってね、思いましたね。で、この以前の動画でもね、ご説明してると思うんですが、ガーシュウィンはね、もうとにかく頑丈なピアノで、でここのテンションを保つために、こういうね、金属のね、こういうものが緩んできたら締めたらいいんですが、こういうふうに、形がいびつにならないように、こういうものがね、入ってます。響板もめちゃくちゃいい響板、あのヤマハカワイとはまた違うね、この手作りの、本当に職人がコンコンと手作りで作ったメーカーですが、本当にいい材料使って綺麗です。これはねこれと同じものをヤマハとかねで買おうと思ったらめちゃくちゃ高いですからね。でやっぱりあのガーシュウィンの最高級モデルなので、音はもう本当抜群にいいですね。ガーシュウィン GA50-58134 という製造番号ですね。中はこんな状態ですけども、まあもう全部手は入れてあるので、2年前にね入れてあるので、もう本当このまま出せる状態ですね。それでは音を聞いてもらいたいと思います。まず低音からいきましょう。中音部、高音部、もうグランドでしょ。響き方がなんかグランドみたいな、グワーンというね、重低音と、しっかりした中音部で、タッチすごい軽快、すごい弾きやすい。ものすごい弾きやすい、いいタッチですね。ですね。ガーシュウィンってね、あまり知らないメーカーと思う方はね多いかもしれませんが、中古の世界では本当にたくさん出回ってまして、当時の手作りピアノのブランドの中では本当によく出回ってるものですね。だからもう本当間違いないものですが、特にこれも調整終わってるのでね、もう一回再調整はしますが、2年前にもう全部一応やってるのでね、結構早くお届けできるモデルですね。今、ご注文いただいても、うち出荷待ちが1ヶ月とか1ヶ月半とかね、ちょっとたくさんあるのでね、かかるんですが、これは比較的早くお届けできるピアノですね。ガーシュウィンの GA50 いかがでしょうか。超高級モデルですよ、が結構安くでお届けできます。それではさよなら。